138億光年向こうを頑張って観測するとあビッグバンやっててるるっ今ででも見えんすねあっちを向いてもあビッグバンやってるこっちもやってるあっちもやってるこっちもやってるこんにちは宇宙物理学者の村山ひとしです今日は y.jp の YouTube コミュニティそして Twitter から寄せられた宇宙についての質問にお答えしていきます。This is 宇宙サポート まず最初の質問はフニさん宇宙には地球上にある砂粒よりも多くの星があるって聞いたことがあるけど本当砂粒が地球上にいくつあるかっていうのはちょっと数えるの難しいんですけども人間ののの目にに見えるぐらいい砂粒に限っって言うとと星の方がずっと多いですでももしかしたら目に見えない砂粒もいっぱいあるかもしれないのでどこまで数えるかによって答えが違ってくるかもしれませんね。次は GT ロボさん 宇宙に存在する星は途方もない数なのに夜空が星の光でいっぱいにならないのはなぜですかそれは宇宙に始まりがあるからです宇宙始まってから138億歳ですから138億光年よりも向こうの星の光はまだ届いてないんですねですから見える星の数は限られているので夜空は明るくならないそれが理由です宇宙に始まりがあったからです次はゆうさんの質問 今後私たちが見上げている星座の形が変わることはありますかあります実は星座の形は今までもどんどん変わってきてるんですねですので1000年経った後で夜空を見上げると星座の形もみんな違って見えてしまいます近くの星は特に早く動いて見えるのでだんだん星座の形も崩れて違う形に変わっていくんです次の質問はオレミカさん宇宙空間は空気がないと聞くけど真空状態なんですか それれとも何らかかの物質でで満たされているんですか実は宇宙空間何もないように見えるところでも真空ではなくてダーークマターといいう未知の物質で満たされています私たちの銀河はこの星の集まりだと思っていましたけども実はこのダークマター暗黒物質の海の中に星がちょろちょろってあるそういう姿なんですね。ですから星と星の間の何もないように見えるところにもダークマターがいっぱいあると思われています。 そしてこのダークマター実は私たちのお母さんなんですねこのダークマターのおかげで星も銀河も私たちも生まれたんだいつか会ってみたいですね次の質問はチキン B さん宇宙には空気がないのになんで爆発したり熱が生まれたりするんでしょうか高校生でもわかるように教えていただきたいですそれはとってもいい質問ですね物が燃えるっていう時には確かに酸素がないと燃えませんでも 宇宙空間で物が爆発するときていうのは物が燃えるのと違う仕組みで熱が発生してるんです小さな原子の中の真ん中にある原子核がさらにぎゅーってくっつくときに普通の物が燃えるときよりもずっとたくさんのエネルギーが出ますなんと重さをエネルギーに変えて爆発したりしてるんですですから空気がない酸素がない宇宙空間でもそういうやり方だと物が燃えたり爆発したりできるんですね そして星が爆破した時の欠片これが皆さんの体の元になっているんですよ皆さんは実は宇宙から来たんです次の質問はエイムさん太陽系の大きさが僕の大きさだとすると銀河はどのくらいの大きさですか太陽系の大きさが人間ぐらいのサイズだとすると銀河の大きさはこの地球の2,3倍の大きさになります皆さんの大きさがこんなちょっとこれが銀河の大きさ大きいですよね 次の質問はあずきさん私たちのいる宇宙の外側は今後観測からだと思いますかまた現時点ではどのようなことが分かっているのでしょうか私たちの見える宇宙というのは138億歳の間に届いた光しか見えないので138億光年分しか見えないわけですよねでももっと時間が経つと遠くからやってくる光もいずれ私たちの届くのでもっと遠くも見えるようになるかもしれません でも本当のところ今の宇宙はだんだん膨張が加速しているのでどっちかっていうとせっかく今見えているところもどんどん見えなくなってしまうということの方がちょっと心配です。で宇宙の大きさについて今分かっているのは宇宙のどのくらい曲がっているかっていうを測ることができるんですね。例えば地球とといいううのはずーっっ向こうに行くく反対から戻ってくるじゃないですか。でそれどうしてわかるかっていうと地球の上に大きな三角形を描いてみると。 実は学校で習うのと違って内角の輪は180度より大きいんですねどのくらい180度より大きいのかってこう調べると地球がどのくらいの大きさかっていうのが分かってきます宇宙にも大きな三角形を書いて内角の輪を測ってみるとほぼ180度なんですけどもしかしたらちょっと大きいかもしれないそうすると計算してみると宇宙の大きさは約数千億光年よりは大きいというところまでは分かっています でも本当のところどこまで大きいのかは分かっていません次の質問加納恵子さんです通説として約500億年前にビッグバンが起き宇宙が誕生し今現在も膨張し続けているという話なのですが宇宙ができる前の空間には何があったのですかそもそも空間があったのですかよく風船で例えられますが膨張するスペースがなかったら膨張できないと思うのですが ビッグバンのの前に何があったかというのは実は誰も分かっていません今のところビッグバンの起きる前は空間も時間もなかったんだろうと思われているんですけども本当のことを言って分からないんですねで宇宙は膨張してるんですけども別に膨張するその向こうにもう空間があったわけではなくて空間自身が大きくなっていると思っているので。 宇宙の外に向かって膨張しているわけではなく、宇宙そのものが膨張しているっていうのが今の考え方です。で、その向こうに何があるかって言っても、そこにあるのもやっぱり宇宙だということですというわけで、宇宙のビッグバンの前はわかりません。宇宙の外っていうのは特にないと今は思っています。次の質問は山城扶桑さんですかね。ビッグバンがあったってなぜわかるの？それは写真に撮れているからです。 これがビッグバンの写真なんです宇宙始まってから138億年ですから138億光年向こうを頑張って観測するとあビッグバンやっててるるって今ででも見えるんですねあっちを向いても「あビッグバンやってるこっちもやってるあっちもやってるこっちもやってる」。 というわけで私たちから見るとどの方向を向いてもビッグバンが見えるのでこういうボールの格好をしているわけです。私たちはこの中にいるわけですね右の向きによってほんのちょっとだけ温度が違うのでそれをすごく誇張して描いたのがこのビッグバンの写真なんです。 この赤くなっているところはこれは私たちの銀河が明るく光っているところなのでこれは忘れてください他のところは全部138億年かけてやっと届いたビッグバンからの光というわけでビッグバンは今でも見えるので本当にあったというわけです次の質問はケイタさん最初に生まれた星ってわかるんですか実は宇宙はビッグバンで始まった後その後ビッグバンの熱は消えてしまって でまだ星が生まれていないのでしばらく暗黒時代宇宙に全く星が輝いていない時代っていうのがあったんですねそういう時代が数億年間続いたというふうに思われていますでその後に初めて生まれた星そういう一番星っていうのがあっちにもこっちにもこっちにもどこの宇宙にもいろんな一番星が生まれたと思われているんですけどもそれはまだ観測できていませんでも星1個は多分見えないので遠いですから 多分その一番最初にできた銀河みたいなのが見えるかもしれないそう思って今も観測がついていますですからいずれあこれ一番星だってそういう観測の報告があると思っています次はリーリーさん素粒子物理学の観点から見てパラレルワールドは存在しますか存在するかどうかはもちろん分かってはいないんですがあってもおかしくないねって言われてますある説によると実は宇宙の数というのは一の後に ゼロを500個も並べたぐらいあるんだそれぐらいパラレルワードがあるんだという説がありますなんでそんなことを考えているかというとどうも今の宇宙を見てみるとできすぎなんですねこんなうまくできた宇宙これはちょっとありえないだろうそう思うぐらいできすぎなんです ですから、ある説では、宇宙っていうのは、もう下手な鉄砲数打ち当たる。でたらめにたくさん作った中で、たまたま1個ぐらいうまくいったっていうのが、私たちの見ているこの宇宙じゃないか。そういう考え方があるので、パラレルワールドあってもいいんじゃないかと思われています。でも、パラレルワールドを見た人はいないので、本当のところはまだわかっていません。次の質問、井上みくんさん。今いる宇宙が次の瞬間に消滅する可能性はありますか？ ありませんというのは今この場所で消滅する可能性があると多分そういうことは他のところでも起きておかしかなかったわけですよね。でもしばらく宇宙が立ってみるともしかすると今いる宇宙っていうのはこういうところにあってもっとエネルギーの低い宇宙があったとするとそこに落っこってしまう。 そうすると今の宇宙とは似ても似つかない別の宇宙になってしまってその宇宙はいずれ膨張が止まってまたぐしゃっと潰れてしまうんだそういう可能性も考えられていますでもまあ当分心配することはないと思いますカラミドさんとてつもなく大きな星でブラックホールよりも引力が強いような星は存在するのかまたそれがブラックホールに衝突したらどうなるんだろうか ブラックホールの容量オーバーなどになるのだろうかブラックホールよりも引力が強い星はありますけれどもそれもブラックホールです例えば私たちの銀河系の中心には太陽のなんと400万倍の重さのブラックホールがあるということがもう観測でわかっているんですねでこれどころか太陽の何十億倍という重さのブラックホールがあることもわかっています一方ブラックホールの周りの重力っていうのは不思議なんですけれども 小さいブラックホールの方が実は重力強いんですっていうのはブラックホールの大きさっていうのは重いブラックホールで大きいのでその分離れてますからその場所の重力っていうのは実は大きいブラックホールのが小さいんですねですからとっても重力が強いところに行きたかったら小さいブラックホールを探してそこに落ち込んでいくと経験できると思いますでもやめた方がいいとも思いますけどねでブラックホールは 実はこうやって観測している間にも物を飲み込んでるってことも見えてるんです。ブラックホーールの前じーっとと観測している時々ボーって光ります何が起きているかというとたまたまそばを通りかかったガスがブラックホールの重力に引きずり込まれてそれで熱くなってギャーッと断末間の叫びを発しているっていうのが観測できているんですね。もちろん中に入ってしまったら光も何も出てこないので見ることはできません。ですから ブラックホールは今でも周りのガスとか星を食べて太っていて容量オーバーには決してならないのでどん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 大きくなるというふうに思われています。次の質問はメロンさんよく地球以外に生命体がいるかどうかを調べる時に水や酸素などの要素がある生物が生息できそうな惑星を探すと見るのですがそもそも酸素と水が必要不可欠な生物は 地球上にしか存在しないかもしれない他の惑星の生物は他の要素が不可欠かもしれないのになぜ地球外の生物を探すときに地球と同じような環境を持つ惑星をわざわざ探すのですかこれはいい質問で確かに地球に住んでる私たちのような生命と全然違う生命がいたとしたら水や酸素がもしかしたらなくてもそういう生命いるかもしれないですよねでも私たちの知ってる限りこういう 原子でできた生物を考えるとその結び付きの分子とかの性質っていうのは科学で研究できているのでおそらく水がないと体の中を栄養を循環することができないおそらく酸素がないといろんなものを吸収して体を活性化することができないだから多分酸素も水も水必要なななんじゃいいかなと思われていますでもおっしゃる通り他の惑星の生物が本当はどんなものかわからないのでもしかしたら 酸素も水もなくて生きれる生物もいるかもしれませんでも多分酸素と水が必要だろうと思っているのでとりあえず酸素がありそうな液体の水がありそうなそういう惑星を探すそういう研究を進めているわけですね次の質問は高カメさん高速に限りなく近い速度で移動すれば時間はとてもゆっくり流れると聞きました高速に限りなく近い速度で宇宙船に乗れば数百光年先の星にも体感 数日ぐらい実際は数百年で移動できるということでしょうか、うん、はいその通りですですから数百光年の先の星に宇宙船に乗っていくときに宇宙船がもう光の速さぐらいで動いていくと本当に数日でついちゃったかなと思うかもしれませんでもその間に地球に住んでいる仲間たちはもう数百年経っているので残りながらもうみんな死んじゃってますよねで帰ってきたら文字通り浦島太郎だということになりますですので 光の速さに近く飛んでいくと時間が遅れるこれは本当に実験的にも観測されている事実です次は草原さん SF 小説や映画では宇宙を旅するときにワープを使用していますが可能性としてありえるんですかありえますワープっていうのは宇宙の近道みたいなものですね でも勝手に自分でワープできるわけじゃないんですよね例えば宇宙空間というのがこういう平らなものだとしたときにもしこれがこういうふうに折りたたんでいるとこの宇宙からここに行くときに近道があるかもしれないじゃないですかそういう近道がもう用意してあってそこを通ったらワープしたということになるのでこっちだからずーっと宇宙に沿ってこう行くよりも近道でスッと行けちゃうんだそれがワープっていう考え方です でも残念ながら人間の力でそういう近道を宇宙に作っちゃうということはできそうもないので自分の都合いいワープは残念ながらできないんじゃないかと思っていますでも初めから宇宙に近道があればそれを使ってワープするってこともあるかもしれません次の質問リュウコさん質問です物質はある時は星の一部であったりある時は命の一部であったり循環していくそうですが この宇宙を構成する物質の総量は一定なのですかそれとも増えたり減ったりするのですか物質の総量は時々変わることがあります今の宇宙はもうずいぶん冷たくなってしまっているので物質が突然できたりなくなってしまうということはほとんど起きてないんですけれどもでも時々ものすごい勢いでガスがぶつかったりすると物質と半物質のペアができたり でできた半物質が前の物質と出会って消えてしまって消滅してしまったりそういう反応がちょっと起きてますでも宇宙の始めはものすごくエネルギーがあったのでそのエネルギーが物質に変わる物質がまたエネルギーに変わるそういう万物の天をいつも繰り返していましたでも今の宇宙では十分冷たいので物質の総量はほぼ一定だと思われています次の質問宝箱さん 21世紀のうちに人類はどこまで宇宙を解明できると思いますかずいぶん解明できると思います今例えば新しい人工衛星 JWST という宇宙望遠鏡が打ち上げられたばかりですでこの望遠鏡を使って初めて宇宙でできた星っていうのを観測できるかなと期待が集まったりしています それ以外にももしかしたらダークマター私たちのお母さんの未知の物質なんですけどもこのうにどうしても会いたいっていろんな探索がついているのでそろそろ会えるっていうことはあるかもしれませんこうやっていろんなことが解明されていると思うんですけれども全部分かっちゃうっていうのは多分21世紀の終わりでもまだまだないかなと思っていますじゃあ最後の質問ですサシミさん宇宙を知ること興味を持つことの最大の魅力は何ですか。 私の意見では宇宙をを知知るるここととは自分を知ることですそもそも私たちの体は宇宙で昔爆発した星の塵から生まれたものなので私たちのふるさとは宇宙なんですよねですから宇宙を知るっていうのは私たちどっから来たのかな私たちってどんなもんだろうこれからどうなるのかなそういうことを知るためにとっても興味が尽きないというふうに思っています。宇宙サポートいかかがでしたか 今日お話したように宇宙は実は実皆さんのふるさとですですから皆さんも宇宙のことを考える時に自分のことと一緒に考えてください。そして宇宙から地球を見ると本当にちっちゃい岩の上にとても綺麗な剥製ですけれどもそこに80億年の人がひしめいていてしょっちゅう喧嘩したりせっかくの綺麗な宇宙を壊したりしています。ですから外から見てみると私たちみんな仲良く本当にこの地球を大事にしていかなきゃいけないなと思いますよね。 というわけで宇宙から地球を見てみると皆さんの日頃の考え方も変わってくるんじゃないかと思います。というわけで宇宙を知ることは自分を知ること楽しかったですかありがとうございました